これは我々ロシアの星による新政府樹立を祝うセレモニー。我々はロシアを完全に掌握している。次は10時間後、ターゲットはニューヨークだ。止める術はただ一つ、アメリカの無条件降伏しかない。アメリカ国民の皆さん、今日は悲劇的な日となりました。かつてのサンフランシスコは二度と戻りません。ロシアの無差別攻撃により罪のない多くの人々が犠牲となりました。アメリカ全体は彼らの死を悼んでいます。卑劣な行為をする者に対し断固として誓う。我らを侵害する者との交渉は一切しないと。我々の力は無敵だ。我々の意志は固い。我々は必ず勝利する。神の祝福が私たちアメリカ合衆国にあらう。した連中は占拠されている。こいつがそのロシアの星を率いる財政だ。ああそうだ。それから彼はダープの3部、今回の作戦に同行する。残された時間はあと8時間しかある。失敗は許されない。何としても次の攻撃を阻止。余裕でもあまり周りには歓迎されてない。ダーパー大統領と国防長官の直轄研究機関だ。軍の干渉は受けないが厄介者扱いされる。しかも私たちの任務は極秘扱いです。カンディード博士を救い出す。博士の利用価値を考えれば殺されるはずはない。エネルギーシステムの設計者だからな。こいつだって同じシステムで動いてる。そうね。こいつが研究中のおもちゃか。傷一つねえが、訓練はしたんだ。まあ、すべてシミュレート済みだ。あんたは派手にやられてんな。そろそろ引退したらどうだ。何しやがる。
してくれ。ガズガズするな。この先は第三中高のロビーよ。中央の広場で交戦中だ。俺たちは援護しつつ奥へ進行する。ラジャ、いよいよ本番ってわけか。スーツの調整は万全よ。パイロットも万全だ。
然だ。初めてだぜ。他にないのか。ここを突破するしかないわ。ゲートが開いたわ。よし、行くぞ。があるわ。そこを解放して。バンズ、何人か貸してくれ。おい、お前たち、サムについてけ。残りはここで援護する。エリアクリア。
よし。後方より敵輸送機2機接近中。迎撃の準備をしろ。敵の妨害電波でハッキングできないわ。より巨大な熱源が接近中。詳細なデータを頼む。データ照合完了。おそらくロシア軍のアルゴスだわ。大量破壊兵器として規制が議論されてる代物よ。特化して守りが手薄だな。なら撃ちまくるしかねえな。
全員攻撃を狙え。